皆さん、こんにちは。乳児から幼児、学生、大人の女性、老婦人、そして少年役や動物役など、さまざまな登場人物を声だけで演じ分ける声優。女性キャラクターでは映像だけでなく、セリフや声質といった色気あふれる妖艶な演技は、多くの女性の憧れの存在となっています。そこで今回は、セクシーボイスの女性声優ランキングトップ15についてご紹介いたします。それでは早速順番に見ていきましょう。第15位、緒方めぐみさん。男女どちらの声も出すことができ、両生類とも称されるイケボで、少年や青年といった男の子キャラを数多く担当しています。主な代表作品は新世紀エヴァンゲリオン、碇シンジ役。僕はエヴァンゲリオン初号機パイロット碇シンジです。呪術廻戦、乙骨憂太役。僕は呪術高専でリカちゃんの呪いを解きます。悠々白書、ゾウ馬役など。俺をあまり怒らせるな。どうでもよくなることだってたまにはあるんだぜ。他にも美少女戦士セーラームーンスーパーでは、高身長ショートヘアでモデル顔負けのルックスと優しい声を持つ中性的なキャラクター、天皇はるかセーラーウラヌス役を演じています。子猫ちゃん、いつまで隠れてるつもりだい。緒方さんのハスキーボイスが性別にとらわれない天皇はるかのかっこよさをより引き立たせ、その色っぽさに多くの女性視聴者が虜に。 NHK の BS プレミアムで放送された特別番組全〇〇大投票シリーズの全美少女戦士セーラームーン大投票では、キャラクター部門においてセーラーウラヌスが見事1位に選ばれました。しかもそのほとんどが女性票だったことからも、このキャラクターが多くの女性から支持されていることがよくわかりますね。第14位、大原さやかさん。大原さんは大人っぽい女性キャラから幼い少年、少女役まで幅広く演じ分けることが得意な声優さんです。主な代表作品はアリア、アリシア・フローレンス役。あら珍しい、お久しぶりね、アキラちゃん。あらあら。フェイト、ゼロ、アイリス・フィール・フォン・アインツベルン役。わかるわ、あの子がいるのね。また会えるなんて思ってもみなかった。フェアリー・テール、エルザ・スカーレット役など。誰が相手であろうと押し通る、行くぞ。またホリックでは、願いを叶える代わりに同等の対価をもらう店の女主人、市原優子役を演じています。あのね、名前って大事なのよ。名前には力があるの。エキゾチックな美貌と人の運命を変えるほどの強大な魔力を持ち、次元の魔女、極東の魔女の異名を持つ彼女の余裕たっぷりの表情と声は、まさに妖艶そのものでしょう。第13位、田中敦子さん。艶のある低音ボイスで年上の女性役からコメディ色のある明るい役柄まで、さまざまなキャラクターを魅力的に演じる田中敦子さん。主な代表作品は名探偵コナン、メアリー・セラ役。体を元に戻したら逃げ回るのはもうやめだ、反撃に転じる。抜かるなよ、マスミ。ジョジョの奇妙な冒険、リサ・リサ役。私は自分の使命を守り通さなければならない、これを守るのが私の使命。とある科学のレールガン、木山晴美役などです。それでもあがき続けると誓ったんだ、私は教師が生徒を諦めるなんてできない。広角機動隊スタンドアローンコンプレックスでは、どんな状況でも常にサメ静かかつ高い統率力を持った少佐、草薙元子役を演じています。あらそう、なら死になさい。命令を下す時の毅然とした口調、もちろんプライベートは謎に包まれているというミステリアスな雰囲気も、田中敦子さんの低めで艶のある大人な声によってより深みを増しています。第12位、平野文さん。銀河英雄伝説ドミニク・サンピエール役。アニメ三銃士ミレディ役。さあどうするかすぐにわかるさ、静かに教え。名探偵コナン、若狭ルミ役。覚悟はできているか、この世を離れる覚悟だよ、などを演じている平野さん。代表作は何といってもうるせえやつらラム役でしょう。
そう？毎日キャンプしてるみたいでうち楽しっちゃ。なんでだっちゃ？語尾にだっちゃをつける話し方が特徴的で、勝ち気な部分とか弱い乙女な部分や、少女であり大人であるという高校生の複雑で繊細な個性を持っているラム。平野さんは可愛くてセクシー、やきもち焼きで優しく明るいラムの魅力を豊かな表現力で引き立たせています。第11位、島本澄さん。主な代表作は風の谷のナウシカ、ナウシカ役。おいでさ、ほら怖くない。ルパン三世カリオストロの城、クラリス・ド・カリオストロ役。いや離して。わダメだ。メゾン一国の音無し京子役など。でも八神さん、お父様の立場もあるでしょうし、あまりご迷惑かけちゃう。ザ・正統派ヒロインの声を持つ島本さん。名探偵コナンでは工藤新一の母工藤由紀子役を演じています。嘘、久しぶりに日本に帰ってきたのに息子に会わずに帰っちゃうの？せっかくしんちゃんを驚かせようと気合い入れて変装したっていうのにさ。第10位、池田雅子さん。主な代表作はハンターハンターキメラアント編、女王役。その方を一軍を率いる師団長に命ずる。栄養価の高い生物を捕らえてくるがよい。火の鳥、火の鳥役。エースを狙え。龍崎麗華、お蝶夫人役。お母さん、ラケットの面がボールの方を向いてなくてよ、などを演じています。深く澄んだ声質で銀河鉄道999ではメーテル役を演じています。でも私には無理だわ。こういうことは売りつける相手をよく見てお決めになるのね。メーテルは機械の体を求める少年星野哲郎を導く。長いまつげに切れ長の目、ブラウン色の瞳、腰まで伸びた長くて綺麗な金髪を持ち、全身黒一色に染め上げられた衣装を着た謎の美女です。ミステリアスな雰囲気と憂いを帯びた表情で、母のように姉のように時には恋人のように哲郎を導く姿はまさに理想の女性。優しく包み込むような包容力のある池田さんの声は多くのファンから支持されています。第9位、花澤香菜さん。働く細胞、赤血球役。すみません、新人なもので間違えました。物語シリーズ戦国なでしこ役。絶対に叶わない恋をし続けるって意味なら、小読みお兄ちゃんに死んでてもらう方がずっとロマンチックじゃない？ニセ恋、小野寺小崎役。ありがとう、嬉しい、すごく嬉しい。鬼滅の刃、甘露寺満役。恋の呼吸、一の方、初恋のバナナキ、などを演じています。透明感抜群の柔らかい癒しボイスで知名度人気の高いヒロインキャラを数多く演じ、最近ではバラエティ番組でも大活躍している花澤香菜さん。大手アニメ情報サイトアニメアニメが毎年開催している天使の声を持つ声優ランキングでは、開催当初の2019年から2024年までなんと6年連続1位に選ばれていることからも、その人気の高さがうかがえますね。そんな花澤さんは五等分の花嫁で五つ子の長女中野一華役を演じています。これを買いにね、君に会えたのも偶然あ、そうだ、こっちは風太郎くんに差し入れだよ。しっかり者だけど少し抜けているところがあったり、主人公である風太郎に対する自分の気持ちを押し殺したりするようなシーンもありますが、お姉さんっぽく主人公を誘惑する姿はとっても魅力的ですよね。第8位、榊原よしこさん。主な代表作は風の谷のナウシカ、クシャナ役。我が夫となる者はさらにおぞましきものを見るだろう。我が軍がペジテから奪ったように奴を奪うがいい。銀河英雄伝説、フレデリカ・グリーンヒル役。11年間の時間をようやく取り戻せたような気がしますわ、などを演じています。榊原さんは独特の高潔な低音お姉様ボイスが特徴的で、業界内外で支持を受け続ける実力派ベテラン声優です。機動戦士ガンダムでは圧倒的なカリスマ性を持つアクシズ及びネオジオンの実質的な指導者であるハマーン・カーン役を演じています。艦隊の士気を高める、ホロスコープは。栄光あるネオジオンの兵士たちよ、かつて我々を暗黒の世界に押し合った者どもは今我々の足元にいる。
愚かなる人間たちに思い知らせる時が来たのだ。目的のためには手段を選ばず、機体の除血として冷酷果断な彼女はまさに鉄の女。しかしそんな彼女も人間性を捨て去ることはできなかったようで、複雑な感情を抱きつつもミネバを守り、最後まで呪道を引き入れようとするカリスマ性あふれる立ち振る舞いに多くのガンダムファンから支持されています。第7位、小原紀子さん。主な代表作はドラえもん初代のびのび太役。勝手に前借りして3日後に返しとけばいいんだ。うわ、天才的な思いつき。ひどいよ、何もあんなに怒んなくたって。アルプスの少女ハイジ、ペーター役。クラライホー、立った立った、クララが立った。うわ、未来少年コナン、コナン役など。コナンっていうんだ。どうしてもインダストリアに行きたいんだ。1970年代を代表する作品の少年キャラクターを数多く演じています。またうるせえやつら、お雪役のように物静かなクールビューティー系や、ヤッターマン、ドロンジョ役に代表されるような気が強いセクシーな美女まで幅広く演じ分けることができる声優さんです。ちなみにドロンジョの名セリフ、スカポンタンは台本にあったバカ、ドジ、マヌケというセリフを表現的にきついと感じた小原さんが作った造語なのだそうですよ。第6位、野戸真美子さん。代表作は地獄少女、エンマ愛役。まだ残っていた、今はシーチは耐えていなかった、その血が私を惑わせた。犬夜叉、リン役。ねえ殺生丸様、いつかリンが死んでもリンのこと忘れないでいてくれる。リ、ゼロから始める異世界生活。エルザ・グランヒルテ役。それが分かれば全ての扉を開けっぱなしにしてしまえばいいだけ、などを演じています。ウィスパーボイスや癒し声と評される柔らかな性質が特徴的で、ですます口調のおとなしいキャラを数多く担当している野戸さん。君に届けでは色白黒髪ストレートな見た目から貞子と怖がられることもあるが、その中身は純粋で誰にでも優しく前向きなヒロイン黒沼沢子を演じています。なんか今日はずっと一緒にいたから別れがたいね。貞子のように暗い時と時折見せる女の子らしい一面のギャップに、野戸さんの落ち着いた声がぴったりだと多くの視聴者から支持が集まりました。第5位、三石琴乃さん。主な代表作は美少女戦士セーラームーン、月のうさぎ役。私たちセーラー戦士が負けるはずないわ。このセーラームーンが月に変わってお仕置きするわ。ドラえもん、のびたまこ役など。ちょっと、どういうこと？あんたなの上手ね。透き通った高音ボイスが特徴的で、少女役を中心に数々の名キャラクターを演じてきた三石さん。新世紀エヴァンゲリオン、葛城美里役や、やはり最後に頼るのは昔からの反動推進型エンジンね。呪術廻戦、命名役。心霊スポットの類はとかく噂が広まるのが早いからね。特に最近はインターネットによって信じられないくらいのスピードで広まっていく。ワンピース、ボアン・ハンコック役といった大人の色気漂うセクシーなキャラクターも数多く担当されています。油断するな、皆殺しじゃ。無邪気な高い声と色っぽい低い声のギャップに驚く方も多いのではないでしょうか。最近ではドラマでも活躍の場を広げており、2024年は大河ドラマへの出演も果たしています。第4位、斉藤千和さん。主な代表作は物語シリーズ戦場ヶ原下着役。あららぎ、小読みくん、気づいているんでしょう、私には重さがない。ケロロ軍曹、日向夏美役。お、ボケガイル、暁のヨナ、ヨナ役など。不条理なまま死ぬのは嫌、お前を失うのはもっと嫌。声優ユニットミックスジュースの一員として CD をリリースするなどマルチに活躍している斉藤千和さん。持ち前の高い表現力で愛くるしい少女からクールなキャラクターまで数多くのキャラを好演しています。魔法少女マドカマギカでは
主人公まどかの通う中学校の転校生で、容姿端麗、スポーツ万能、クールな雰囲気をまとったミステリアスな美少女、明美ほむら役を演じています。本当の気持ちなんて伝えられるわけないのよ。だって私はまどかと違う時間を生きてるんだもの。最初は敵対しているかにも見えるほど主人公のまどかに冷たく接していたほむらですが、終盤になって彼女の持つ秘密が明かされると多くの視聴者が涙しました。第3位、山口百合子さん。代表的な出演作品はポケットモンスター、上位役。一体何の騒ぎなの？いらっしゃい、ポケモンセンターへようこそ。新世紀エヴァンゲリオン、赤木律子役。あきれた、また遅刻とはね。公共紙片エウレカ7、ソニア若林役など、女優やナレーターなど幅広く活躍し、アニメ作品では先生と呼ばれるような落ち着いた大人の女性を中心に、数多くの人気キャラクターに命を吹き込んでいる山口百合子さん。ワンピースでは生めかしい声や抜群のプロポーションを持つ、麦わらの一味の中で最年長のミステリアスかつ色気あふれる大人の女性、ニコロビン役を演じています。いいえ、彼は優しい人。彼こそ海賊王の領域にふさわしい男。そんなキャラクターにぴったりの山口さんの声に多くのファンが虜になりました。またニコロビンの母であるニコールビアも演じている山口さん。幼いロビンではなく母親であるオルビアとして、母親の気持ちを演じたことで改めてロビンを深く理解できるようになったのだとか。山口さんはロビンについて、ロビンは強いし後ろを振り返らない、彼女の心の中にはルフィたちだけでなく常にあの時の母もいる、オルビアを演じたからこそロビンが母の気持ちを受け取ったという実感がありますと語っています。第2位、増山英子さん。代表的な出演作品はキューティーハニー、ハニー役。愛の戦士キューティーハニーとは私のことさ。ハニーブーメラー。元祖天才バカボン、ママ役。まあ、のんちゃんお久しぶりね。パーマン、パーコ、星のすみれ役など。一号が、割と可愛いとかあんのね。上品で情熱的な声が特徴的で、少女役から大人の女性役まで色っぽいキャラクターや優しい母親役を数多く演じています。1977年に放送が開始されたアニメルパン三世のテレビ第二シリーズから30年以上にわたって二代目峰不二子役を演じてきました。恋しいルパン、5年間も私を一人ぽっちにしておくなんてひどい、許せない、もうとても我慢できない。それだけに峰不二子イコール増山英子と考える人も多く、可愛らしさと妖艶さを感じさせる彼女の性質は多くの女性の憧れとなりました。増山さん自身も不二子に対して憧れているそうで、不二子は全ての理想を兼ね備えた女性であり、いつも憧れていると語っています。長年昭和アニメを支えてきた増山さんですが、今年5月20年、病気療養中に肺炎のため逝去され、ルパン三世役の栗田貫一さんをはじめとする声優仲間やファンから追悼のコメントが多数寄せられています。それではいよいよ第1位の発表です。栄えある第1位に輝いたのは沢城みゆきさん。代表的な出演作品はハンターハンター、クラピカ役。生身のお前と強化した私の拳とではやや私の攻撃力の方が勝っているような。鬼滅の刃、ダキ役。お返しにあんたも首を切ってやるわよ。あんたなのね、あの方が生きてたのはあんたなのね。ソードアートオンライン、シノン役。さ、それじゃそろそろ終わらせよ。第1回 BOB は2人同時優勝だったんだって。物語シリーズカンバル駿河の役など。じゃあいよいよ本題に入らせてもらおうと思う。私はレズなのだ。妖艶な大人の女性からあどけない子供の声まで、安定感ある演技力で自由自在に使い分け、数多くのアニメ作品やゲームに出演しています。また最近では報道ステーションや桜井有吉座夜会といったテレビ番組のナレーションとしても大活躍しています。ルパン三世の三代目峰不二子役だけでなく、
怖かったわ、ルッパン。東堂の事務所から必死で逃げてきたの。荒川アンダーザブリッジのマリア役や。なんなのよ、もう。朝から元気なのはどっかの女装壁だけにしてほしいわ。サイコパスからの森氏音役。はいはい、どちら様。まあ、新役を打った新任監視官ってあなたね。K、淡島瀬里役。淡島バット野良神毘沙門役など。神を語るまがい者めが問答無用。セクシーな大人の女性を数多く演じている沢城みゆきさん。強い信念があり、可愛さの中にもかっこよさを持ち合わせたその声に、男性だけでなく多くの女性も思わずドキッとしてしまいますね。いかがでしたか？今回はセクシーボイスの女性声優ランキングをご紹介しました。セクシーボイスとは言っても、母のような包容力を持った柔らかい声の声優さんや、普段は少年や青年役を演じることが多いハスキーボイスを持つ声優さん、上官やリーダーのような人の上に立つかっこいい女性キャラクターなど、その性質は様々です。またランキング全体を通して女性人気の高いキャラクターが多いことも印象的ですよね。皆さんにとって声に色気があふれていると思う女性声優は誰ですか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。